中華芸術群は中国の上海歩道にある現代中国美術の美術館。ここは2010年上海万博の中国館だった建物である。床面積は16万6000平方メートルあり、アジア最大の美術館である。上海美術館は上海レースクラブの建物にあった中華芸術群の前身は上海美術館であり、これは 南京の,のレストランだった場所に1956年に開館し、1986年に全面的に改築された。2000年3月18日に、上海美術館は人民広場にあるかつての上海レースクラブの建物に移転した。この移転により、展示スペースは2200平方メートルから5800平方メートルに広がった。 2010年5月1日から10月31日に上海国際博覧会が開かれ、その中国館は1700万人近い来館者があった。その人気の高さから中国館は万博終了後も6ヶ月間の延長展示を行った。2011年11月13日に上海市人民政府は中国館を上海美術館の移転先として 中華芸術宮と解消し、都市未来館を上海東大美術博物館という現代美術の美術館にすると発表した。中華芸術宮と東大美術博物館はそれぞれ国慶節にあたる2012年10月1日に開館した。元の上海美術館は2012年12月31日で閉館し、最後の2日間で1万2000人の来館者があった。 中華芸術群は、ここの10倍以上の規模を持つ。余白軸から見た建物上海万博の中国館の建設は2007年12月28日に始まり、2010年2月8日に完成した。これは、上海万博で最も費用がかかったパビリオンであり、建設費は2億2000万ドルと見積もられている。上海万博で最も背が高い63メートルの 高さの中国館は昔の冠を思わせる形状から東洋の冠と呼ばれた。この建物は建築家の南道が率いた設計チームがデザインしたが、その形は組物と呼ばれる中国式の持ち送りの腕着と家内と呼ばれる昔の聖堂の大釜から着想を得たものである。美術館の内部中華芸術群はその十六万六千平方メートルの床面積のうち、 6万4000平方メートルを展示スペースに当てている。約1万4000点のコレクションを持ち、それらは主に中国の現代美術作品である。海から昇る暁、中国の近現代美術の源は、新末、海上画派から後の近現代中国美術の発展を年代順に振り返る常設展示。これは3時代10部に分かれており、 にフロアに6000点以上の作品がある。展示は、ロタスク・クキヨシが監修している。著名美術家の展示は、特に著名な現代中国美術家による作品を並べた常設展示。最初のセクションでは、次の7人の作家を取り上げている。まず会場画派からが天犬、社地流、ほど重神。中国美術と西洋美術の融合の先駆者である林風、眠り。 石良、クレカン中。そして現代中国彫刻の開拓者である、なめだ友である。この展示では、上海の歴史的、文化的発展がテーマの芸術を奨励する国家プロジェクトのため制作された芸術作品を並べている。主題として、人民、歴史的受験、地域の風習、建築などがある。 この展示は2010年から2013年までの3年間続けられた。あでやかな中華、発展する新世紀の中国美術は260人以上の中国人美術家の今世紀制作の作品を並べた1年限りの展示。五部構成になっており2013年9月30日まで展示された。この美術館は特別なテーマを設定した展覧会を頻繁に開いている。 開館した、最初の年は1ダース以上を開いており、台湾美術展、上海写真展覧会、パリのオルセイ美術館コレクションのクールベと、ミレー展などがある。この美術館は、上海の上南路205号にある。上海軌道交通、上海軌道交通8号線には、その名を冠した中華芸術偶駅がある。また、上海軌道交通7号線及び8号線の、 8日路駅からも行くことができ、一段水上のバス路線も通じている。入場は無料だが、特別店だけは20元かかる。月曜日は休館だが、祝祭日ならば開館する。オープンから1年で来場者は200万人近くを数えた。ありがとうございます。